この項目ではアメリカ合衆国における政教分離原則の成立史について解説する。米国で政教分離制度が成立するに至った背景としてイングランド本国における国教会と非国教会、または新教との対立、そしてイギリス帝国の北アメリカ植民地だった13植民地における政教関係がある。13植民地が アメリカ合衆国として独立した際に、信教の自由と、政教分離は、検証として重視され、アメリカ合衆国は、政教分離を国政とした、史上初の世俗国家となった。イングランドは597年のカンタベリーのアウグスティヌスの都営以降、カトリック教会の一員であった。しかし、男子に恵まれなかったイングランド王ヘンリー・パッセイが、スペイン王女キャサリン王妃と離婚し、 アンブーリンと再婚しようとして、教皇クレメンス七世に承認を求めたところ、ローマ教会は、キャサリンのおいにあたるスペイン王権神聖ローマ、皇帝カール五世の支配下にあったために、教皇は承認できなかった。これに反発したヘンリーパス世は1529年から、ローマ教会の権限を制限していき、側近のトマス・クロムウェルの力を借りて次々と、ローマ教会と決別する法律を、 死亡、1533年の上国禁止法では、イングランドは完全の独立国家であり、教会の決定権は国王にあると宣言した。カンタベリー大司教、トマス・クランマーは離婚と再婚を合法としたが、教皇は王を破門した。1534年の国王史上法で国王を、イングランド教会の主張として、イングランド国教会が成立し、ローマ教会から独立した。 こうして世俗国家による教会支配である国家教会体制が始まった。ヘンリー・パッセイは修道院財産を没収し、さらに修道院解散を命じると解散に反対した信徒がリンカンシャーやヨークシャーで放棄したが自圧された。1539年には大修道院解散法で総計130万ポンドの修道院財産を没収したが、 フランスと同盟を組んだスコットランドとの1544年の戦争での戦費教室のため、貴族、ジェントリーへ売却した。このように、イングランドの宗教改革はプロテスタントを反映して、おらず、王もカトリックを信仰しており、主教制も存続したままだった。カトリック派のノーフォーク公トマス・ハワードやウィンチェスター主教は五百三十九年の六カ条法で、課体説に基づき、 パンのみの生産や国会が支持された。1547年にヘンリーパスセイが没し幼少のエドワード6世が即位したが、ノーホーク校から実権を握ったのは、エドワード6世の母方のおじで、プロテスタントのハートフォード博、エドワード・シーモアであった。摂政となったサマセット校は六科情報などプロテスタントを妨害する法を廃止。 1549年の礼拝統一法では、ラテン語でなく、英語による礼拝を義務付け、デボンシャーとコーンウォールでは、ラテン語礼拝を求めて反乱が起きた。1553年には、過い説を否定した42課情報。一方で、教会財産の没収は続き、サマセット校の財産は増えていった。しかし、1549年の農民反乱に、 サマセット公は適切な対策が取れず、逮捕されて、ロンドン島へ監禁された後処刑、ウォリック・ハクジョン・ダドリーが実権を握った。ノーサン・バランド公も、教会の財産を没収し、宝石や金など礼拝に、不要な用具を没収した。さらには、エドワード6世のイボ姉で、王位継承者であったカトリック教徒のメアリーから、権利を奪おうと作望を巡らしたが、失敗して、 ノーサンバランド公は処刑された。初の女王となったカトリック教徒のメアリー一世は、ヘンリーパッセイ時代以来の処方を廃止し、カトリック教会へ復帰した。ローマからの施設レジナルド・ポールは、カンタベリー大司教となった。一方でプロテスタントは弾圧され、300人の聖職者や信徒が家系となった。また、女王はアストリアス公フェリペと結婚し、 イングランドとスペインの同盟が成立した。しかしフェリペは、スペイン王となると、教皇と結んだフランスと改戦し、イングランドも参加したが苦戦し、大陸の領土カレーをフランスに奪われた。メアリー一世の死後即位した、イボイモートのエリザベス一世は1559年の国王史上法で、国王は教会の統治者とされた。エリザベス一世は、 恩恵なカトリックを包摂するよう政策をとって言ったが、これにプロテスタントの立場から批判していく勢力の改革派が発生し、新京都と揶揄された。ただし、国教会内部での方針に関する対立であったので、国教会とピューリタンを明確に区別することは不可能であるとされる。フランス王妃となっていたメアリン・スチュアート女王が夫の死後に、 スコットランドに帰国すると、すでにスコットランドでは、ジョン・ノックスが宗教改革を断行していたため、メアリーによるカトリック復古政策に反発した貴族によって、メアリーは追放された。イングランドに亡命したメアリーを、エリザベス一世野島のためにノーサンバランド博、トマス・パーシーやウエスト・モーランド博、チャールズ・ネビルらが利用して1569年に反乱を起こしたが失敗した。 カトリック教徒が反乱を支持しなかったことに不満を抱いた教皇は女王を破門したが、対抗して女王はカトリック弾圧政策をとっていった。こうしてエリザベス一世時代には、教義はプロテスタント、教会政治と礼拝様式はカトリックの国境界体制が確立した。エリザベス一世時代にはカルバン主義のピューリタンが信教の自由、良心の自由を主張し、 国教会からカトリック色を一掃して、教会改革を徹底するよう要求を繰り返した。このためピューリタンはイギリスにおける宗教が国家や皇帝教会から解放される、政教分離の先駆者とされるが、岩井ツ氏によれば、ピューリタンの独立派にはカトリックや王党派を反キリストとする千年王国論や不平等な先民思想があったため、 他教を認めるような信教の自由を主張したとは言えないのに対して分離派は宗教的自由を平等派は政治的自由を追求した。ピューリタンは国境界側から迫害されたが信教と革命の勢力として影響力を行使した。17世紀の1640年代前半、議会派は国王との妥協を図り全国的な教会組織を計画する。 長老派と国教会から分離し、改修教会を基本単位として、個々の教会の自主性を要求した独立派に分裂した。トマス・グッドウィンやシドラック・シンプソンら独立派は、オリバー・クロムウェル指揮下の軍事力を背景に、長老派や平等派を退けて、王政を倒して樹立したイングランド共和国の実権を握り、新京都革命の中心勢力となった。 ピューリタン側は、ジェームズ一世に対して、宗教改革を迫ったが、王権真珠説を信奉していた、ジェームズ一世は、主教なければ、国王なしと、国教会体制を堅持した。1605年の火薬陰謀事件で、カトリック教徒が、議会に爆弾を仕掛ける王と議員の暗殺未遂が起こり、メアリー一世時代の心境と迫害を描いた、ジョン・フォックスの、殉教者の書の影響。 また、スペインやフランスなど、カトリック大国の脅威などによって、反カトリック意識が高まった。30年戦争では、プロテスタント側に立って参戦することが期待されたが、財政難などのため参戦せず、議会で王はスペインへの従属的な態度が非難され、王は反カトリック意識の標的とされていった。チャールズ一世は1625年に、フランスから、 カトリックの王妃ヘンリエッタ・マリアを迎え、親カトリック政策を展開し、議会の同意を得ずに外交や課税を強行し、国王体験を行使したため、1628年に議会は権利の請願を提出した。王は議会を解散し、反対派を投国以後11年にわたって先制政治を敷いた。ロンドン主教王ウィリアム・ロードとアイルランド総督トマス・ウェントワースは、 国王体験裁判所を用いて反対派やピューリタンを弾圧した。1637年、長老派を国境とするスコットランドに対して、チャールズ一世は国境界の儀式を強制するとスコットランドは反発し、1639年には主教戦争となり、イングランドは敗北した。議会は先制政治の支柱であったロードとストラフォード博を逮捕して処刑し、 先制政治を制限する処方を制定した。1641年のアイルランド判断で、イングランド人数千人が虐殺されると、20万人から30万人の大虐殺であると誇張されたデマが流され、反カトリック意識が高まった。同年、議会派は、国王、主教、イエズス会を、迷信を重んじている者として批判した、代行義文を提出した。 チャールズ一世が1642年に戦闘準備をすると議会は3月に民兵条例で軍事権を掌握し6月の19カ条提案で議会主権を主張して8月には王党派と議会派が全面衝突してイングランド内戦が始まったクロムウェル率いる議会軍はスコットランドに同盟を持ちかけ1643年に 厳粛な同盟と契約が成立するが、スコットランドは長老派体制の採用を条件としたため、これを容認した長老派と国王との徹底抗戦を主張する独立派に分かれた。独立派にはオランダからの帰国者が多く、カトリックを反キリストとさえ非難した。1645年にネーズ B の戦いでニューモデル軍として再編された議会軍は国王軍を 壊滅、1646年に第一次内戦は終結した。議会軍の多くはセクトと呼ばれる分離協会に所属し、独立派は国家協会に代わる諸派が許容される体制を模索した。ウィリアム・ウォルウィン、リチャード・オーバートン、ジョン・リル・バーンダを指導者とする平等派は、成人男子の普通選挙や人民主権、人権思想を主張した。 ゴルウィンは1645年の著作で、いかなる人も宗教の問題で他人の強制を受けることはできないと述べ、オーバートーンは、トルコ人、異教徒、ユダヤ人などの不信心の徒であっても彼らの殺害は、キリストの意志に背くと主張した。国教会を批判したため、鞭打ち系、サラシ系に処されたリルバーンは、獣の所業で、 神ご自身のお声が、先民のすべてに彼らは長い間、このハンキリストの奴隷的権力と国のもとで生きて、きたのだがその権力と国への服従と霊俗をやめる、ことを、ついに命じておられると、先民思想を主張した。平等派は、手工業者や商商人、一般兵士にも浸透し、平等派の兵士はアジテーターを代表として、人民主権からの改革を求めたため、 独立派軍幹部は1647年10月にパトニー討論を開いた。会議で平等派の兵士は発言権を持たない政府への服従義務はないとする人民協定を提出し普通選挙権を主張した。一方、軍幹部で権利要目を作成したヘンリー・アイ・アトンは制限選挙を主張して譲らなかった。1648年4月、王は スコットランドと組んで第二次イングランド内戦を開始したが、議会軍はプレストンの戦いでスコットランド軍を撃破した。12月には長老派が独立派から追放され、議会は独立派のみとなり、ランプ議会と呼ばれた。1649年、クロムウェルらが裁判官となり、チャールズ一世は先制君主、反逆者、殺人者、 国家の公的として処刑された。イングランド共和国が成立した後、独立派は平等派や新生水平派、ランターズ、クエーガーを弾圧した。独立派は、改修協会を設立していったが、独立派以外の分離主義者である、バプテスト教会、セパラティストも、教会を次々と建設し、これら分離派は独立派を中心に同盟を結成した。 イングランドの国家協会体制に対して独立派は末端に改修協会を設立したことで複数の宗派の共存を可能とする政教分離への道を切り開いたとされる。しかし独立派協会の入会審査は厳しく1647年のロンドン改修協会宣言では全ての人間が資料分別や適性を持っているとは限らないため人間の平等を認めることは 人間社会にとって大きな障害となるとして平等を否定する先民思想があった。ただし、先民思想に裏付けられた使命感によって、信教と革命における戦闘的な姿勢の維持が可能であった。クロムウェルは宗教的な自由は基本的な自由であり、自然権であると述べたが、独立派聖職者の起草案では独立派のみが正当と宣言し、 クエーカー教徒やランターなどの信教の自由は認められず、近代的な政教分離論や幅広い信教の自由を追犯してはいなかった。他方、パティキュラーバプテストのサミュエル・リチャードソンは、クロムウェル政府は有志以来初の宗教の自由を享受しており、当局が終始外をしても従わなければ、迫害を受けることもないと評価した。一方、アイルランドは国王派と、 カトリックが同盟していたため、イングランドはアイルランドを攻撃して征服し、植民地化した。また、同じく反革命勢力とみなされたスコットランドを、第三次イングランド内戦で征服した後併合し、国王の維持チャールズ2世はフランスへ亡命した。1653年に、五国教に就任したクロムウェルの共和国政権では、イングランド、スコットランド、アイルランド、植民地、 ヨーロッパのプロテスタントを保護し、ヨーロッパ大陸のユグノーを援助し、カトリック勢力に打撃を与えることが目標とされた。しかし1658年にクロムウェルが死去すると、息子、リチャード・クロムウェルが五国教に就任するが混乱を収集できず、翌1659年に職を退いて政権が崩壊し、1660年4月には貴族院が復活した。 1660年5月、チャールズ2世が亡命先から帰国し、王政復古が実現した。復讐のクラレンドン伯爵、エドワード・ハイドが起草したブレダ宣言では、革命関係者の大社がなされ、信仰の自由が明記された。しかし、報復は避けられず、大殺しのトマス・ハリソン、ヘンリー・ベインら14人が処刑された。1661年に、第五王国派が、 武装放棄すると、クラレンドン法典と総称される、信教と弾圧を立法していった。非国教とは、公務員になれないとする、自治体法、国教会以外の宗教集会を禁止する、秘密礼拝禁止法、王に忠誠を誓わない、非国教派の聖職者を5マイルイエンに追放する5マイル法が、制定された。反カトリック意識と、 王位継承者排除法1662年12月、チャールズ2世はカトリックを保護するための信仰自由宣言を出したが議会が撤回させた。1670年にチャールズ2世はフランスのルイ14世とドーバーの密約を交わし、イングランド王がカトリックに改宗することを条件に、フランスが軍事支援と年金を送るとされた。 1672年の第二次振興自由宣言でカトリックは保護された。しかし、これにも議会は反対し、審査法では公職からカトリックが除外され、チャールズ2世議の弟で直期国王候補のヨーク公ジェームズも追放された。1678年にはカトリックが王暗殺計画に関与していたという強行主義者の陰謀が明るみにされ、王は 士議会を解散し、カトリックによる陰謀を阻止するために議会と王が争うようになり、再び、新教と革命以前の反カトリック意識が高まっていった。議会はカトリックである洋区公を、王位継承者から排除する王位排除法案が提出されると、反対派と法案賛成派が全国規模で争われた。反対派はやがて、トーリーと呼ばれ、王への服従と、 国境会体制の堅持を原則にした。西岸派はやがて、ホイックと呼ばれ、王権を制限して、議会試験や宗教的寛容を主張し、非国教徒から支持された。1679年には、教皇の人形を焼くデモが、ロンドンでなされ、西岸派の動きは高揚したが、王は、譲歩せずに議会を解散して、ホイック弾圧を始めた。1682年、 ホイックの中心であった、シャフツベリ伯爵アントニー・アシュリー・クーパーは、ジョン・ロックラとオランダへ亡命した。名誉革命、慣用法とカトリックの排除1685年、チャールズ2世が死去し、ヨーク公がカトリックの国王ジェームズ2世として即位した。1687年、王は信仰自由宣言を出した。ジェームズ2世の背後には、 ユグノーを弾圧するフランスのルイ14世がいた。1688年4月、王は二度目の信仰自由宣言を出したが、宣言を朗読しなかったカンタベリー大主教ら7人の主教を投獄した。11月、ホイックとトーリー両党は提携して、オランダ総督ウィレムに武力による解放を調請し、総督は新教徒の保護者としてイングランドに上陸した。しかし、 王は軍がほとんど戦意を持たないことを知ってフランスへ亡命した。議会は王位空白を宣言し、法と自由を明記した権利宣言を出した。1689年、オランダ総督ウィレムはウィリアム三世としてイングランド王に即位し、権利の焦点と関与法が制定された。これは、新京都革命以来の王と議会の対立の決着であり、以後、 名誉革命体制は100年以上続いた。権利焦点は議会主権であり、王は議会の中の国王とする立憲君主制の原則が確立したが、王位継承者からカトリックが排除され、1701年の王位継承法でも明文化された。背後にはフランスへの脅威があったとされる。汎用法、正式名、プロテスタント非国教徒、 現行の処刑罰から免除する法では、三位一体の証人と王への忠誠の宣誓を条件として、被告教徒が容認された。ただし、カトリック教徒や無神論者は除外された。被告教徒は自由教会を創設した。審査法や自治体法などで、公職に就くには、国教会の信者でなければならないとの規定がされ、1828年の審査法廃止まで続いた。 植民地では1691年の特許上でカトリックを除く宗派に良心の自由を認めた。カトリック教徒の宗教的、政治的自由が正式に承認されたのは1801年のアイルランド併合の際に解放が約束されて以降のコンネルの運動による1829年のカトリック教徒解放令であった。カトリック差別の背後には フランスへの脅威やアイルランドへの敵視があったと見られている。ジョン・ロックの寛容論ジョン・ロックは寛容論や寛容書簡で政教分離を論じた。王政復古時代の1666年、シャフツベリ博アントニー・アシュリー・クーパーと出会ったロックは、翌年にロンドンのシャフツベリ博帝にを移し寛容論を執筆した。ロックは統治者の政治権力を世俗的な事柄に限定し、 統治者はただ人々を他者によって侵害や危害を被ることが守るだけなのだと主張し、また立法者は道徳上の特性や悪徳とは全く関係がないと論じた。さらに、統治や社会には全く関係がないような死弁的意見や神への礼拝は絶対的な寛容への権利を持つと論じた。年にシャフツベリハクは大い排斥問題で失脚して、 オランダに亡命、ロックもシャフツベリ博を追って、翌年にオランダに亡命した。シャフツベリ博は同年に死去したが、ロックはオランダに百6 8 9年まで住み、進学者リンボール区と交流し、寛容に関する書簡を執筆した。ロックは、事故の進行や、競技の防衛義務を主張するコンフェッショナリズムの立場を克服し、 信条の対立が政治的闘争となるコンフェッショナリズムの原因を、教会と国家との一致に見て、教会と国家の分離すなわち政教分離を主張し、政治秩序の安定を図った。ロックによれば国家は世俗的善の保全を目的とするのに対して、教会は神を公に礼拝するため、人々が自発的に結びついている自由の集まりであり、教会は 国家からも世俗の事柄からも全く区別され、切り離されている、とした。ただし山岡隆一によれば、ロックは政治と宗教の分離という意味での政教分離は主張しておらず、また国教会制度そのものを批判してもいないし、すべての宗教に対して中立なのでもない。ロックはユダヤの国家は手クラらしとして建設されたが、福音のもとでは、 キリスト教国家というものは、絶対にあり得ないと官与書簡で述べている。またロックは、宗教的集会において、公共の平和に反するようなことが行われるならば、それは、定期史で起こった時と同様に、しかも寸分違わぬ仕方で阻止されるべきですとして、無本人、殺人者、資格、盗人、強盗、官婦、中傷者、誹謗者はどんな教会に属していようと処罰されるべきで、 あるとした。そして、異教徒でも、マホーメット教徒でも、ユダヤ人でも、宗教のため国を追われるべきでないとした。他方でロックは、カトリック教徒を寛容の対象から除外して、カトリック教徒は、教皇の無病性を盲信しており、非カトリック教徒との約束不履行を正当化しているので、市民社会のメンバーに適さないとも主張した。赤い部分が、ニューイングランドの13植民地。 ニューイングランド植民地群、マサチューセッツ湾直轄植民地、ニューハンプシャー植民地、ロードアイランド植民地、コネチカット植民地中部植民地群、ニューヨーク植民地、ニュージャージー植民地、ペンシルベニア植民地、デラウェア植民地南部植民地群、メリーランド植民地、バージニア植民地、ノースカロライナ植民地、サウスカロライナ植民地、ジョージア植民地桃色の部分は、 ケベック植民地、インディアン保留地、西フロリダ、東フロリダ。境界線は1763年宣言で、アパラチア山脈異性への植民が禁止された。新京都の一部の独立派や、分離主義者の中には新大陸アメリカ、オランダなどへ亡命する者も,も多く、イングランドでの宗教的迫害は、新京の自由や、政教分離論の主張や、万人祭祀主義の徹底化による、 回収主義を深めていった。イングランド国教会に反対した、新京都は1620年、新大陸へ植民し、ピルグリムファーザーズはプリマス植民地を開拓し、ジョン・ウィンスロップはマサチューセッツ湾植民地を建設した。マサチューセッツ湾植民地へは信仰の自由を求めた2万人のイングランド人が渡航し、ニューイングランドと呼ばれるようになった。こうした亡命新は、 新境と革命後にイギリスに帰国し議会派を助けた。また、ニューイングランドではスペイン植民地やフランス植民地などカトリック勢力の脅威があり、イングランド本国でもスペインフランスのカトリック大国や国王派の拠点と信じられたアイルランドのカトリックへと敵対するなど、イングランド本国とニューイングランドでは反カトリック主義が共通しており、 クリストファ・ヒルは水平派などの旧神主義者が最も激しく反カトリック的であったとしている。ニューイングランドに入植した分離派の神学者、ロジャー・ウィリアムズは1631年にマサチューセッツに移住し国教会からの完全な分離を唱えた。しかし、総会議で追放されたので1636年にプロビデンスに入植しプロビデンス植民地を建設した。 1638年には、アン・ハッチンソンが神の恩恵の直接的体験を唱えたため裁判で異端判定を受けて、マサチューセッツを逃れ、ウィリアムズの進めたアクイドネック島に入職した。ウィリアムズのプロビデンス入職制約文は、課長会議の権限と政治権力の適用範囲を宗教を除く世俗的な事柄のみに限定する、史上初の政教分離文書となった。 このため、ウィリアムズは、政教分離と信仰の自由の保障という、近代民主主義の基本原則を、現実の政治において実現したとされる。ウィリアムズは1644年の著作で、宗教戦争は平和の王イエスは容認しないし、信仰上の理由による迫害を正当化した、政教提携論者として、カルバン、ベーズ、ジョン・コットンらを批判した。ウィリアムズは、 同年の1644年、ハッチンソンらのポーツマス植民地や、クエーカーの植民地とロードアイランド植民地を統合して、ロードアイランド及びプロビデンス植民地とし、総督は住民の選挙で選ばれ、政教の分離が定められた。1647年の著作でウィリアムズは、現世の国家はすべてそれぞれの基本体制と統治機構の中に司法官を置いているが、 本質的に宗教に関わりのないものであることが明らかなので、魂の世界、キリスト教の世界や礼拝の方法について、裁定、管理、用語を行ってはならない。最も異教的な信仰や礼拝、ユダヤ教、イスラム教、反キリスト的な信仰礼拝でさえも、すべての人々にはけ隔てなく、許し認めることは、神のご意志であり、ご命令である。と主張し、 キリスト教内の宗派だけでなく、他教との共存を主張した。1652年の著作でもウィリアムズは、世俗権力は、人々の魂を強制して、ある種の礼拝を禁止したり、ある種の礼拝を強制したりすることはできないとし、すべての人々の良心を自由かつ絶対的に認めること。この場合、ユダヤ人やトルコ人、 カトリック教徒や異教徒の両親も除外してはならないと主張し、ウィリアムズの両親の自由論は、ロードアイランド植民地でアメリカ先住民にまで及んだ。しかし、信教の自由を保障したロードアイランド植民地には土地の利権を目当てにした入植者もあり、ゴースタッドはすべての人を歓迎したことで、結局すべての人が来てしまったと述べたり、周囲の植民地からは、 六でなし連中の集まる下水港とみなされるほどの混乱を生じた。コディントンがイングランド本国に働きかけて独裁的な終身総督に就任したのを阻止するためにウィリアムズは本国やマサチューセッツ湾植民地総督へ交渉した。また、周辺の植民地から領土的な野心に狙われたプロビデンスで自衛軍の訓練が必要になった時、 バプテストは両親を理由として応じなかったため、ウィリアムズは、戦場では、各宗派の自由が認められているが、進路を決定し、船内の正義と秩序を守るのは、船長であり、船長や士官への反抗、船員の義務の不履行などに対しては、権力が正当に行使されなければならないと反論したが、良心的兵器拒否の問題はその後も静まること、なく、ウィリアムズは、私たちが求めているのは、 ただの法奨が皇帝教会だった。バージニア住民は国教会への礼拝が義務付けられ、十分の一教区税によって教会は維持される。一方で、長老派1786ダラフトットバイトーマス・ジェファーソンバージニア信教自由法はアメリカで初めて信教の自由と政教分離を明文化した法律でアメリカ憲法の基礎となった。 権利商店1791年権利商店、合衆国憲法修正第1条では、国境が禁止され、宗教の自由が明記された。コングレスシャル、メイクノーローリスペクティング、アンエスタブリッシュメントオブレディジョン、オアプロヒビティングザ、フリーエクササイズズラブ、オアブリジングザフリーダムオブスピーチ、オアオブザプレスオアザライトオブザピープルピーサブリー、ツーアッセンブル、 アンドツーペチチオンザガバメント法へーー、リドレスオブクリーバンセス。合衆国議会は、国境を創設したり、宗教の自由の行使を禁止する法律を制定しない。言論や報道の自由を厳じたり、市民が平穏に集会しまた、不公平の是正のために政府に請願する権利を制限する法律を制定しない。アメリカ権利焦点修正第1条こうして、アメリカ合衆国は、 政教分離を国政とした史上初の世俗国家となった。政教分離が選ばれたのは啓蒙主義思想によるだけでなく、新国家がイギリスにおいて宗教的に迫害された人々による合衆国であり、異なった宗教的背景を持った人々によって構成されていたためであった。一方、国境の禁止は、修道士の宗教対立を避けるための現実的、 妥協策であったというマーク・ノールの指摘もあり、宗教の皇帝制度をそれぞれの州に任せておくことで、州の団結と連邦としての共存が可能になった玉虫色の解決策だったと、大西直樹は指摘する。州の独立性は強く、ロードアイランド、ペンシルバニア、ニュージャージー、デラウェア、バージニア州は皇帝協会制度を持たず、ニューヨーク州、メリーランド州、 ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州は監督派教会を、マサチューセッツ州、コネチカット州、ニューハンプシャー州は改修派教会を皇帝教会とした。その後、修正第一条の精神が徐々に浸透し、各州における皇帝教会制度は廃止されていき、最もが暗況にピューリタンの伝統が保持されたマサチューセッツ州においても1833年に、 皇帝協会は廃止された。ありがとうございます。